皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいました。本当にありがとうございます。はい、今日は解体の方ですね、片付けをしていきます。前回ね、床板が綺麗に剥がせましたので、この4区画の3箇所ですね、片付けをしていきたいと思います。まあ、なんじゃかんじゃ落ちちょるわ本当に床下かって思うようなぐらい、なんでこんな下にゴミが入ってくんだろうね、不思議。本当にベッドの下とかもそうですよね何かが子供のおもちゃとかもいっぱい落ちてるし、いつ入ったんよって思うけど、まあまあ今日は下をきれいにしていきます。ここみたいにねすっきりさせていきましょう。ということで今日も頑張ります。柱が乗っちゃう、私がドーンと落としたやつやった。がっつりここ噛んでる、動かせない。これがね、動かんとよね、これ。
けど、ここにねガラスがあって、もう何回も踏んじゃってるみたい。私も気づかずにパキパキ踏んでた。これを先片付けます。
ゴミはね、あった。ここは下のが気になるけど、これは挟まってて取れんかったです。また前を、あ、前をっちゅうか、ここの柱のとこと床の、なんていうのこれ、柱っていうのかわかんないけど、これ大きいのをね、丸と切ってもらおうと、楽しみさんに。その時にですね、また一緒に片付けをこの辺ねしていこうかと思います。ひとまず全体的にすっきりしました。でね、こう地下茎がボロって取れるとこと取れないとことあるから、ちょっと取れてないやつだけつるはし持ってきて叩いて終わりにしようかな。取れるやつ、よいしょ、出な、よっと、意外に大きいのが取れた。こんないっぱい取れた、嬉しい。だけ終わろうかね。で4面綺麗になりました。あー疲れた、すごい地味な作業、テンションがね、なかなかやっぱ上がらんね。なんか大きい、よっしゃーって頑張ったぞみたいなのがない。ほんとひたすらコツコツ片付けるだけなんで、あ、でもね、やり終えた後の達成感は半端ないよね。これ気持ちよく綺麗になったっていうのが目に見えてわかるので、すっきりしました。あとはこっちはね、あの4畳半みたいなところの、4畳半よりも広いけども、あそこのね、畳を1枚剥がすのと、柱がね乗ってるから、ちょっと楽しんさんに手伝ってもらって引っ張るかなんかせんな。床板が剥がせないですね。次回はあっちの床板剥がし、あとですね、まあ今日も見てて思ったと思いますけどね、あの市のゴミに出せるやつはね、とりあえず白いゴミ袋に全部突っ込んでいってるんですけど、それ以外のやつをあっちにポイポイ一箇所に投げてるんですよ。そういうのがちょっと溜まってきてるから、こまごましい片付け、あとはトタンが置いてあるところに、あの屋根の板をね剥がしてポイポイ投げてったところがあったと思うんですけど、あの板もねずっともうぐちゃぐちゃのまんまです。でちょっとこっちのゴミがまた出てき始めたので、向こうにね綺麗にまとめていきたいと思うので、あの屋根板あれの片付けもちょっと次回しようかなと思います。もうメインの、解体の方とはちょっと直接ではないんですけども、関係しない流れになってきますが、あっちがね片付かないとこっちも片付かないっていう流れになっちゃうので、ちょっと向こうの片付けをしていこうかなと思います。あといろんなところにこういろんなものが落ちてるからね、もう一回片付けて綺麗にしてからまた次に手をつけていこうかなと思っております。まあ、なかなか進まんですけど、もうほんとちょっとずつです。もうね人の手でね地道に片付けていってるので、もう一つ綺麗になるところが目につけばそれでよしと思って進めてますので、まあ、それでよかったらまたお付き合いいただけると嬉しいです。最後までありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、月でした。